らの品種は聖アンジュという品種になります。フォーメーションが非常に整っており、保温耐性も強く、保温期でも果実の抜きが少ない品種となっております。栽培面においては揃いや開花揃いも良く、非常に栽培しやすい品種かと思います。木咲きが6月下旬と早いですので、親指管理には注意していただければと思います。